まずなぜ人は愛を求めるのかから説明していく。世界中の誰もがみんな愛されたいと願っている。お前も愛されたいだろう。はい、愛されたいです。でもなぜ愛されたいのかまでは考えたことがないはずだ。理由は簡単だ。人間の最も強い欲求は孤独から抜け出したいという欲求だからだ。誰もがなんとかこの孤独を解消する方法を探している。孤独だから夜に誰かに LINE をしたくなるし、誰かと一緒にいたくなる。会社でいろんな人と働いたり出会ったり、女の子とノリで性行為をするのも、元をたどると全て孤独を忘れるためだ。だが何をしても結局は孤独感を深めてしまう。孤独を解消するには唯一愛が必要なんだ。だから人間は誰かと愛し愛されたい。なるほど。誰もが孤独から逃れるために愛を求めることは分かったか？はい。それでは次から具体的に愛について説明していく。